IMG に留学行ったジュニアがコーチはすごくフレンドリーで友達みたいに接してくれると、うん、海外のお母さんから日本のコーチはパッションがある指導してほしいっていうのはあるんだな、うん、どっちがいい悪いじゃなくてやっぱちょうどよくするべきだと思うんだよね、うん、いい成績を出したら嫌がってても少し過剰に褒めてもいいんじゃないでしょうか。そういうそういうことです。褒められて怒る人はそういないと思います。あと少しご褒美とかをもらえるとそのために頑張ろうってモチベーションの時にそれはちょっと違うけどね。それはちょっと違う。あと家で勉強のことは言われたくない。そうだって選手とコーチと保護者の皆さんが一つのチームになって共感し合えれば素晴らしいよね。頑張ろうぜって。はい、ちょっと匠君ありがとうございました。IMG に留学行ったジュニアがこうコメントしてくれたりするじゃん。でその中でもう必ずあるのがその海外のコーチ IMG のコーチはすごくフレンドリーで、友達みたいに接してくれると、うん、が一番ね。こっちが日本側から行った子がいうこと、うん、で、向こうの俺が向こうに行って海外のお母さんから俺が日本のコーチが言われたことは日本のコーチはパッションがある、魂がこもってる、めちゃくちゃ熱意があっていい、うん、って言われる。だからそれはだからこう日本のお母さんたちお父さんたちも、そのコーチとかベッキーコーチも言われる、あのビシバシお願いしますと、うん、まあ最近も言われなくなりましたけどね。少なくはなったけどね、うん、でも未だに言われることあるじゃん、うん、だからやっぱりこうでも海外のお父さんお母さんからしてもやっぱフレンドリーにやってるのはやっぱ日本であろうが海外であろうがやっぱりそういうこうちょっと厳しめに指導してほしいっていうのはあるんだなと思って、うんうん、で選手からするとやっぱりフレンドリーでコミュニケーションが取れてっていう方がいいの、うん、確かにね、うん、だからやっぱりそこのギャップ、うん、そのでそれはどっちがいい悪いじゃなくてやっぱちょうどよくするべきだと思うんだよね。うん、でけん IMG のねコーチでゴルフだけどその時も言われたのはだからこう日本人は残って反省しすぎるとかね、うん、残って練習しすぎるとか、うん、だからそれをやめさせろっていうそのコーチは面白かったけどね。もうやめさせた方がいいってもうなんかそのコーチはすごい熱意があって、へー、だからなんで時間が区切られてるのにそこで解決しないでその後残ってやるんだって、うん、まあ確かそう思いますね。非効率っていうんですか、非効率というか解決してないっていう、うん、だからそこは休まないと、うん、リフレッシュしないと、まあ、切り替えるっていうのも選手の一つの仕事みたいな、うん、でその短時間でその集中してやれないと意味ないじゃんって言ってた、うん、そうなんですね、うん、だから日本人はずっとやっぱりそれをこう考えてる、うん、だからこうあの遊んじゃいけないみたいな、あだからもう愛と圭君あの時言ったの匠宗師、うん、もうめっちゃ楽しそうやったよ、選手活動をするにしても結局それが必要ってことですよね、うん、切り替えるとか休むとか、うんうん、休めるとこ休むとか、ね、負けてもいや負けるっていうことは普通にあることで、うんうん、勝ち続けるっていうことが珍しいっていうテニスの常識からすると、ね、負けてあーとかなってなりすぎると良くない、うん、あじゃあ明日も次はこうして頑張ろうとかいう切り替えるのもあの練習としているし、うん、じゃあこう休もうっていうのも練習としているっていうことですよね、うんうん、やっぱ先が見えてないとなかなかそれって考えにくいですよね。なんかこう一生懸命なりすぎちゃうから、うん、頑張りすぎるのか、うん、もうちょっとこう、ね、こう、まあ、中長期的な目標があるから、うん、一回ここはちょっとリフレッシュしようとか、そう、ね、そういうのが見えてたらいいかもですね、うん、こういう負けがあってっていう最近思うのはだからそれピリオダイゼーションね、うん、そのゴールをある程度中長期的に決めて、うん、まあ、3ヶ月半年1年とか中長期的に決めて逆算して、うん、だからそこにやっぱこううまくいかないとか
なんかダメかもしれないっていう目標を入れるのが下手くそなんじゃない、日本人は、なんか全部こうきちんと結果を出そうとかしすぎる、全部ね、だからこう結果が出ないこともある程度その想定に入れとかないと、そうなりがちっていう話や、完璧主義者、詳しくはサーシャバインコーチのあれ何やったっけ本、ナオミちゃんの、ナオミちゃんのね、あれを読んだらいいよ、あれをね、反省をするなっていうわけですよ、一日ね、でその終わった後に反省しなさいと、全部がその瞬間に反省しちゃって、次のことを考えると、次やるべきことを考えなさいと、まあ、失敗も想定ないということです、ということです、そう、気をつけてあげてほしいところですね、そうですね、ちょっとこう客観的に見て、まあ、お父さんお母さんが選手に接する、まあ、寄り添う、そうね、どうですかね、難しいですよね、あの確かにねでも一番親がでも一番なんか優しくしてほしいような気しますけどね、そうね、本当、あの選手からのお願いとしたらそうやろ、いや絶対親なんで親ぐらい分かってよって思と思うけどな、そうね、お父さんとお母さんじゃんみたいな、分かってよみたいな、コーチがあんな言うけどね、頑張ってるよって言ってほしいと思うけどね、ちょっとね、あの息子さん娘さんがこう落ち込んでたらちょっと優しい声をかけてあげるのも一つなんですかね、ちょっとはね、声かけてあげる、優しくしてほしいと思うけどな僕も一番難しいな自分で思うと思うんですけど、コーチも何が大事かというと共感する力だと、ね、落ち込んでたら大丈夫だよ、次頑張ろうか、共感する、嬉しかったら一緒によかったねやったじゃんって言ってあげるっていう、共感するっていうことがやっぱり一番その、まあ、必要だと、一番じゃない必要であるというふうに言うんですよ、そこは僕は一番自分に課題だなと、良くても悪くてもそっかよかったねとか、あまり感情あんまり出ないんです、出ないです出ないですよ、悪くても、まあまあそう、そういう時あるよねって出ないですよ、だからそこも課題だなと、共感するっていう力が必要だったり、親も共通することだと思うんですけど、共感してほしい選手、ちょっとこんな感じで、まあ、選手がちょっとこう落ち込んでたりとか、モチベーションが下がってたら、まあ、厳しい声一声かけずに、まあ、優しいことも重要かなと思います、ちゃんとこんな感じ調子でいいですね。一応何だったんですか最初。ゴールは匠のは、あ、匠くん。ゴールは何なんですか。ゴール。また次。軽くいきましょう。ちょっと親が。まあ、選手に気を使ってほしいことが、まあ、匠君が一人にしてほしいこととか、精神も不安定な時期なのできつく当たることがあるかもしれない、自分がきつく当たっちゃう、でも匠なかなかすごいね、自分で自分のことこう監視してますよ、なのできつく当たられてもやり返さずに心の距離感を慎重に感じてほしい、
確かにね、すげえいいこと言う。すごいね。どうしたん。すごいね。すごいやん。すげえいいこと言うやん。あと、テニスの試合で負けた後は声をかけてほしいか、どう接してほしいか、うん、聞いてみたんですよね、うん、そしたら惜しかったりした時などは普通にさっきの惜しかったな、あのショットは良かったんだけどねなどと言ってくれたら自分は嬉しい、あからさまに機嫌悪そうだったらそっとしておいてくださいだからそういうことです。あ、共感してくれた、うんうん、でもそうやって機嫌悪くてもいや大丈夫よ、ちょっとそっとしながら大丈夫よって言ってあげるっていうことはやっぱ結局大事らしいです。いいんだよいいんだよ、次頑張るよね、どうしてもこうなっちゃう、下向いちゃう、うん、だったって、親とのコミュニケーションで選手が嫌だったことが個人的にあまりなかったんですけど、テニスについて上から強く言われるのはあまり好きじゃない、こっちも頑張ってるんだって思います。陽太くんも言ってたか、そのテクニック的なことはコーチからテニスのことに関しては、うん、どちらかといえばって言ってたので、コーチから言われても嫌なのかもしれない。確かにね、言い過ぎたらね。で、その他なんか思っていたこと、親に対して思っていたこと何かありますかって聞いたら、試合でいい成績を出したら、うん、息子娘さんが嫌がってても少し過剰に褒めてもいいんじゃないでしょうか。そういうそういうことです。褒められて怒る人は、そういないと思います、うん、あと少しご褒美とかもらえると物で釣るわけじゃないですけど、そのために頑張ろうってモチベーションの時にそれはちょっと違うけどねそれはちょっと違うよ。あと家で勉強のことは言われたくないそれはもう子供の意見を代弁してますね。勉強のこと言われたくないっていうのは、でまあほらそういうことです。素直な意見ね、うん、そういうことですよ。優勝したら共感してほしいんですよ。一緒にすごいね、よかったじゃんって言ってほしいんですよ。それがコーチとか親の役目でもあって、でケニーにも全豪オープンで優勝した後、なんか通路かなんかで写真があったのが電話してる写真ですよ。電話してるんです誰か、だからコーチとか親か分かんないですけど、優勝してすごい、優勝しちゃって私って、それ誰か伝えたいんですよ。で共感してほしいんですよ。そこで親とかコーチがね、しっかりと一緒になって共感できるかっていうところが多分選手にやってほしいことかなと。それはどっちもね、勝った時もそうだし、うん、負けた時も、ね、悔しいのは選手共感したいなんで、そこで悔しいよねと、頑張ろうぜって、うん、共感言ってあげてほしいなという、うん、そうですね、接し方はちょっと気をつけないと、うん、そう、気をつけます。僕も共感という力は僕あんまり僕にないの見たいな、うん、選手とベッキーコーチがこうね、なんかいいショットを打ってカモーンって言ってるコーチが、ベッキーコーチと選手一緒にこうやってる、うん、あんまりガッツポーズしてる、共感するっていう僕に力は少ないなと思いながらでも大事だな、まあ、団体戦とかね、うん、なりやすいよね。そう、野球あの全国選抜とかに行ったらね、観客席とかチームメンバーと、ね、選手なんか一緒に活動してたり、そうですね、出してたりね、だからまあその一つになるっていうのはそういうことなのかもしれないですね、うん、一緒にみんながそこのコートに立って共感、うん、選手になってるとかね、うん、共感してるっていうことが一つになってるっていうこと、うん、だからやっぱりいつものね、シングルスがあって選手とコーチと、保護者の皆さんが一つのチームになってそう共感し合えればね、素晴らしいよね、うん、それが理想だと思う、こっちがね、一つになって
けば、まあ、乖離しないというか、お互い、まあ、バランス取って、そうそう、その中に、だからそういう、ちょっと最悪な言葉をね、うん、言ってしまう時期もあって、うん、それがちょっとずつ、みんな勉強したり成長したりすることで、うん、いいチームになったらいいんじゃない、うん、反対やけどね、反対、いやだから匠が言ってるのが正解と思いますよ、うん、選手が悪い言葉吐く方が僕正解だと思いますよ、頑張ってる、未熟だから、未熟だ、長い生きてる時間が短いから、うん、ね、確かにね、うん、だから長い人が悪い言葉を使うっていうのはちょっと僕違うんですよ、うん、さっきの言葉、最悪の言葉何でしたっけ、最悪の言葉良くないねって、これは、あんなボールも返せないならテニスやるな、そういうの良くないと思うんですよ、そういうのだからあの相手も傷つけてるからね、みんなも傷つけてるからね良くないと思うんですよ、だから俺のボールはあんなボールなのかね、だから、うん、だから選手が親に向かってとかコーチに向かってなんだよとか言う方が俺はその自然だと思うけどね、自立しよう、相手選手も自分の選手も傷つけちゃうんだけどね、それは良くないですよ、良くないね、良くないですよ、バランスを見て発言する、発言、まあね、僕たちが言えたことでもないのかもしれないですけども、いやいや勉強してみたよ、ね、まあおかげさまでね、うん、みんなのおかげでね、なんかそういう、ちょっと僕らも、ね、選手の気持ちにちょっと寄り添えたらと、うん、共感ね、共感する力っていうのはね、まだまだ東国には頑張りましょう、はい、はい、じゃあこんな感じで、まあ一緒に子供に接する仕方、接し方、叱り方、褒め方は、まあ、選手に寄り添うという形がいいかなと思いますので、うん、なんかいいプレーしたらよかったねと言ってあげて、うん、認めてあげて、まあ、悪い、まあ、良くない結果が良くなくて落ち込んでたらもう大、まあ、大丈夫大丈夫、次行こうよって言ってあげてほしいですね、こんな感じで、愛斗くん、たくみくん、質問、これ返してくれてありがとうございました、また聞くと思いますので、また聞く、はい、ちょっと難しいっすよね、デリケートやしね、そうですね、ちゃんとね、うん、すごい丁寧に返してくれて、勉強のことは言われたくない確かにちょっと素直なとこ、子どもの意見代弁しましたみんなのみんなのちょっとお父さんお母さんぜひ参考にしてみてください参考にね、参考にです、参考にね、はい、みんなで考えます、これを議題としてね考えてくれればいいってことです、そうですね、うん、これでちょっとドキッとした、ね、お父さんお母さんがいたらちょっと一回見つめ直してもらったらいいかなと、いや大事大事大事、うん、本当大事大事と思う、いやそれが一回だから、その、まあ、お父さんにしてもそれが一回出ちゃったからもうダメっていうわけじゃないじゃん、うん、そうですね、だから一緒に、だからそれは成長だから、うん、ね、うん、一緒にやっていきましょう、うん、はい、ということで終わります終わりましょうよ、はい、ほな、ね、さよなら、失礼します